こんにちは、レルです。大ファン X、エクストリームのソロですね。エクストリームソロ。今日もね、ちょっと、つかみ警察じゃないけど、痴漢警察していこうと思います。だいたいこの、捕まれる瞬間っていうのが、こういうとこ、あ、誰や今。うら。わ かるんで、まあ、捕まれたらね、まあ、捕まれるとこっていうのが、この、やっぱ、間空いてるとこよね。間空いてるとこなんで、こうやってもう掴まれるって思ったら、フェイントとか入れてもいいと思います。なんか例えば、アマースがこうやって後ろを掴める位置におるなって思ったら、一回ジャンプしてフェイント入れて、で、やっぱやり返したいっすよね。やっぱやり返したいっすよね。まあ、基本やり返したいっすけど、僕も。まあ、でも、あいつなかなか来ないな。もまあ、あんな多分ほっといた方がいいな。これ時間制限あるんで、まあ、ある程度ほっとこう。これ意外と落とせるからね、この このちっちゃい羽はね、落としやすいですね。これ大丈夫？時間制限。時間制限が割と最近早いんで、大ファンも。まあまあ、ある程度したらゴール向かった方がいいですね。ちょっとごめんよ。オッケーオッケー。で、こっち行っての、あ、捕まれないね。オッケー。まあ、サクサクっとその、捕まれる位置と捕まれない位置みたいなのを把握しとけばやっぱ強いですね。逃げ切れますね。あ、間に合わんわ、あの子。あれ、掴んでた子やね。まあ、大ファンとか、まあ、他でもそうなんですけど、この穴を、大ファンとか結構その、穴がでかいじゃないですか、次渡るまでの。で、ああいうところで掴まれて、粘着されとったらね、やっぱりずっとこの、ずっと粘着できるんですよね。フォールガイズって。粘着して掴みポン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 入れる、ジャンプしててもね、ずっとポン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 入れれるから、まあ、どっかで隙見て、やっぱ渡るしかないですね。左右に動いたりして。で、そこでやっぱ、なんか飛べる時と飛べない時、掴まれたら死ぬ時とか、もう含めて、やっぱいろいろそうっすね。考えながらやったら。あ、ここやったら落とされるなって、まあ掴まれて落とされるなって位置やったら、やっぱさっきみたいにフェイント入れてって感じですね。まあ、フェイント入れつつ、敵が渡ったの確認してから渡るとか、ですね。まあ、パーティープロムナード自体は、あんまり掴むとこないか。これは普通にいつも通り、ゴールするだけですね。こっちから行ってと。OK。ナイス。じゃあ、ちょっと掴み警察。まあ、痴漢警察か。今回痴漢警察やな。痴漢警察していきたいんですけど、掴む場面がない。掴まれる場面がないか、あんまり。なんとなくね、次、ローテーションで、今あるステージ、消えるとか、まあ、消えたりするし、また消えてたステージが戻ってくるとか言われてるんですけど、パイプドリーム多分なくなるよね、これ。なんかもうずっとさ、ずっと出てなくない？水風船最後の。これが一番、その予選レースの中では一番なくなりそうって思ってるんですけど、僕は。ずっとバグってるから。まあ、一旦とりあえず、保管庫お預け。よいしょ。まあ、だからね、これね、あ、ここぐらいかな。ここを掴まれるな、ちょっと。ここね。まあ、今ちょっと自分結構、めちゃくちゃ早く来てるから掴まれないと思うけど。これいけんのかな？あ、いけるか。で、あとはここやけど、今ここ使う必要ないからね、捕まれないですね、これは。さあ、痴漢警察をしていきたいですが、ホバーボードヒーローズ、あれですね、エクストリームだけ風ついてるんですよね。結構難しい。初見で見たらね、大体みんな落ちると思う。自分もこれ初見の時落ちましたね。エクストリームの風。
さあ、ここでもう誰が掴むか見極めとこう。誰が掴みそうやなっていうの。いや、でもいないか。今でポコって言ったな。で、風の時はね、後ろのね、三角形の、まあ、ここら辺、二つ目ぐらいといたら、当たんないですね、風が。で、これで2周分とりあえず、スルーできるんで、渡るの1回だけなりますね、こうやって。渡って、でもあと1回だけ渡ったら終わり。最近はだいたいここら辺おるんですけど、まあ、ここら辺おったら捕まれにくいし、いい感じに待ってるんで。え？もう2人しかおらんねんけど。よし、この子掴んでたから落としたいな。おら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 。よしよし、ほっとこほっとこ。さあ、どうでしょう。来ますか。これないんじゃない？あ 来た。こんにちは。さあ、ファイナル何来るやろね、4人やったら。邪魔しようかな、やっぱり。ナイス。わー、終わった。悲しい。これ何？普通に俺は生き残ってんの？ええー、何このバグ。自分が今ラグって落ちたんかと思ったけど、敵視点どうなっててやろね。完全終わったと思った。1対1やし、すぐ終わってくれんかな。 ワンチャン終わりそうなよな。やばい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 。じゃあ2戦目ですね。大ファンからです。大ファンはもうどうしてもやっぱ1列目でも関係なく捕まれちゃうから、どうしても捕まれたくないっていう人はどうなんやろ。ちょっとゆっくり行った方がいいんかな。で、もうこう、今とかやったら、例えば、絶対捕まれない位置やったじゃないですか。あそことかでジャンプする。もうこことかも絶対捕まれない、今。捕まれないからジャンプするとかですね。で、こことかは捕まれる可能性あるんで、まあ、この黄色の子とかね。黄色の子とか掴んでくるから、こうやってまあやり返して、オッケーオッケー、ゆっくり行けばね、大体大丈夫。 大出世みたいな。大体大丈夫。さあ、後ろ行けば行くほど割と掴まれるから、掴んでる人多いから、サクサクっと行くのも手ですけどね。掴まれたくない人はサクサクっと行った方がいいと思う。まあ、やっぱどうしても、あー、なんか俺詰まっちゃったかな、今。OKOK。で、掴まれそうって思ったら、一回ジャンプですね。まあ、こういうとことかでもう絶対掴める位置おるって思ったら、一回ジャンプで確認。ですね。てか、1位なんや、ここ。OK。で、大ファン、割と、なんか制限時間早いから、ここら辺にはいといた方がいいですね。もうだから変に後ろの方絡みに行ったりして制限時間来ちゃうから、多分来ると思いますね、この子たちも。あ、でも終わったか。OKOK。これまたファイナルやん。早っ。さあ、またジャンプショーダウンか。もうジャンプショーダウンは、つかも。僕はつかみます。大理石おるね。これ大理石やんな。4500プレイヤーおる。
大ファン、避けきれないんですよね、つかみ。いきなり、不意打ちされたら。だからね、もう自分はつかむ側の人っすね、ここは。つかまれる前につかむ。まあちょっと見とこうかな。大体、自分の立ち回りはね、結構、まあ、掴む人がおって、まあ、その人の近くに行かずに、その人に全部やらせるみたいな立ち回りするんですけど。これ、明らかパーティーやな。パーティーよるな。オッケーオッケー。で、渡って、パーティー一人死んじゃったね。で、この子掴むなって思ったら、そっちに寄らずに、やらせると。まあでも、平和そうっすね。あ、なんか急に来てんけど。なに急に来た。待て。意味わからん、あって、痛い。フェイントします。フェイントやり返し。カウンター。あ、来まーす。はい。来たって思ったらジャンプして避けて、掴む。急すぎん？俺が何したって言うんだ。カウンターが強いですね、ジャンショ。どうしよう。まあ、渡ってこれる速度やからね、あっちからも。まあ、渡ってきたらやるか。あ、来るわ。ねえ。ちゃんと見て。はい。はい。ナイス。3戦目、ぐるぐるファイトですね。ぐるぐるファイトは、最後のとこぐらいやね、掴むとこ。結構ね、掴まれたらきついところがあると思うんですけど、あ、きついところがあるんですけど、あのね、回転床ちゃうわ。あの、加速版とこ。加速版っていうかな、あれ。最後のプロペラ回るとこの加速版とこね、割と掴まれたらきついんですよね。いや、ミスった。まあ、最後のここですね、ここ。で、ちゃんと、なんやろ、端っこに滑り込まないとダメじゃないですか、あれ。だからね、あそこで掴まれたら、まあまあ落ちるんで、まあ、掴まれないように、タイミングずらすかな。まあ、掴まれないタイミングで、このまっすぐのとこね。まあ、今誰も来てないからいける。ここね、ここの、動く床のところが掴まれたり逆走されたりしたら結構きついからね。はい。一応掴みね、警戒しつつって感じですね。待て。でもね、近いんよ。誰が来ても近いんよな。ふい。OK。ナイス。ツンドラダッシュ、ツンドラダッシュ、つかみないか。ないな。普通にゴールします。これな、一番、これも、バラバラの初期位置ってさ、一番前と一番後ろ、理不尽すぎるよな。まあ、これツンドラ結構、右左で変わってくるし。間に合わんなぁ。はい。ちょっと狭い。ほい。ナイス。初期ビーンがショートカットしてきた。ほい。ナイス。さあ、ラスト、リンノロ。ですね、リンノロ。
リンドロもう一回サブショー来てほしいな。ちょっと練習したいんですよね。なんとなくけど、前行き過ぎはいいねんけど、ジャンプダイブしたときに、ジャンプダイブしたときに前すぎたら滑っていくから、それを注意しないとね。こう走るのは結構前取れるんですけど。さあ消してるね。右の方消されてるな。自分は左から、今回は。まあ、ある程度ね、横移動して消してますアピールするんですけど、毎回来てほしくないから、あんまり。消してますアピールをしときます。あからさまに残しすぎるとね、みんな来ちゃうから。一人4枚。オッケー。で、もう一周全然渡れる。またもう二周ぐらい切る、こっちは。まあ、でもみんな来るか。来たらもう一周やな。さあ、どうなるでしょう。あと3人。まあ、残しとくか、頑張って。頑張って残そう。端っこまだ残ってますね。もう一周いける。さあ、でもそこでちょっと消されて、OK？ あぶない。これ勝ったんちゃう？ナイス。こっちあるのわからんかってんな。ナイス。じゃあ今日はこれで終わろうと思います。なんか最後の試合あんまりあれやったけどね。痴漢警察でした。ありがとうございました。バイバイ。